こんにちは、Gです。今回は今流行りの AI 言語モデルのお話。チャット GPT が話題ですが、公開からまだ2ヶ月なんですね。世界が変わる可能性を秘めた技術かもです。2022年11月末にオープン AI という企業がチャット GPT を公開しました。 YouTube でもやってみた、すごいといった動画がたくさんあります。開発元のオープン AI は7年ほど前にできた若い会社です。イーロン・マスクは創業者の一人であり、今もスポンサーです。ところでチャットはわかるけど GPT ってなんだ？ジェネレーティブ・プリトレインド・トランスフォーマーの略だそうです。画面のサイトでメール登録するとチャット GPT が試せます。早速やってみましょう。早く泳ぐ方法はとタイプしてみると、こんな答えが。回答はうまくまとまっていて、そつがない。すごいと思わせるのは、自然言語処理が進歩していて、自然な文章であることです。レポートなんかだと、これで十分でしょう。何を聞いても、それなりに回答が出てきます。もちろんおかしな回答になることもあります。また日本語の場合、回答がたまに途切れる不具合があります。もう少し賢くなれば、自然言語でのプログラミングや情報処理の自動化に使えるんじゃないでしょうか。文章作成を例に挙げるなら、ワードが使える作業者がいて、文章を考えながらタイプし、構成、遂行、整形などを行いますよね。でもチャット GPT なら、空海の生涯について5行以内にまとめてとタイプするだけ。文章作成はビジネス分野で需要があるので、類似した AI サービスが出てきています。例えば画面のサイトクイルボットは英文のパラフレーズツールです。文章表現をより賢く美しく遂行する AI ツールです。英文ですけどね。簡単な遂行はこんな感じで、これ以上は有料になります。別のことも試してみましょう。複数の言語でプログラミングすることができるようです。ここではプログラムじゃないですが、ラズパイで温度を表示するコマンドを聞いてみます。英語でも同じ質問をしてみます。ちゃんとコマンド出てきますし、別解を聞くと違うコマンドも表示されました。ウェブコーディング、データベースや書類のまとめ処理などはすぐにも自動化できそうだし、ハード依存のアプリ以外は将来的に自動化される可能性がありますね。どの分野に展開されるかは対費用効果の問題ですから予測困難ですけど、
openai.com から dall.e をクリックすると AI でイメージが作画できます。やってみましょう。こんな感じです。ただ日本語だとうまくいきません。ほら、ビキニがわからないみたい。その他、作曲、作詞、エッセイや小説を書くこともできます。今回この話題を取り上げた理由は将来性にあります。 Web3.0 やメタバースなんかはうさんくさいなぁと思ってますが、チャット GPT は Google 登場以来のエポックメイキングを感じます。 Google 検索はネットデータをインデックス化し、検索ワードでうまく絞り込む技術です。チャット GPT はディープラーニングと AI 言語モデルによる自然言語処理を組み合わせた技術になります。例えばカレースパイスの作り方を Google 検索する場合、リストされたいくつかのサイトをチェックして、その中から答えを求めます。大事なことは、答えを選ぶのは検索した人間ということです。チャット GPT では一つの回答が得られます。ただその回答が正確なのか保証がありません。つまり現状のチャット GPT ではウィキペディアと同様、信頼性にリスクがあります。マイクロソフトはチャット GPT に1兆円以上もの投資を行っています。 Azure OpenAI サービスも始まりましたしね。おそらく Bing 検索にも統合されるんでしょうね。 Google はチャット GPT 公開時点ではどちらかというと批判的でした。方向性が違うとしていましたが、一転今年は AI 化を最優先事項として取り組むとのこと。 Google は状況を理解していますから、遠からず複数の AI 関連製品を出してくるでしょう。でもまだ方向性がわからないので、そう、 Google が負ける時が来るのかもしれませんね。技術的にはチャット GPT は革新的なものではありません。あえて言うなら、見せ方がうまい、仕立てがうまいということでしょうか。マーケティングが良かったということなのかな。可能性については iPhone と比較すると分かりやすい。 iPhone 公開時は技術的には先進的なものではありませんでした。当時はいわゆるガラケーの方が技術的アドバンテージがありました。でもまとめ上げ方やビジネスモデルは iPhone が圧倒的に優れていた。そう考えればチャット GPT も iPhone のようにブレイクするのかも。 you.com というサイトがあります。 AI サーチエンジンだそうです。 Google もこんな感じになるかもということでご紹介させていただきます。ご覧のように普通に検索できますが、 YouChat をクリックすると自然言語で回答してくれます。答えはちょっと端折った感じで、条文だと途中でリンクだけになったりします。 Imagine では AI が画像を作ってくれます。ちょっと気味の悪いお姉さん、いやおじさんかな。
日本語だとちゃんと理解されないようです。チャット GPT などの AI 言語モデルによる自然言語処理が実用レベルになってきています。今後さまざまな分野で AI 言語モデルが組み込まれた新しいサービスが広がると思います。新しい技術が登場した時、それが世界にどのように波及し影響するのか予測するのは難しい。でも検索は確実に変わると思います。はい、これ答えというのとリストから探せ、どちらが簡単なのか誰でもわかる。ただ今時点では答えの信頼性が低いというだけ。これかなり大事で、誤った回答による事故や損害などが発展の阻害要因になったりします。それから画像、動画、楽曲、エッセイや小説など AI で作成されたものについては著作権の問題をクリアする必要があります。創作されたものではないので著作権を認めないという意見が主流ですが、国や法整備によって創作の範囲の定義や二次創造物の扱いなどが異なるので時間がかかるんじゃないでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。長いお正月休みをいただきました。当地ではお雑煮は白味噌仕立てです。年末に奥さんがいつもの白味噌が近くで手に入らないと言って県境を越えて買い物に出かけましたが、どこのお店にもない。ネット検索してみると人手不足で製造販売中止と書かれていました。まあ高齢化で製造できなくなったんでしょうね。当地では有名な老舗なので残念です。仕方なく5種類の白味噌を購入しブレンドで味見している間にお正月が終了。続きは来年かな。ではまた次回。